はい、今回今日がエア、はい、2020年5月発売でフルモデルチェンジさせていただきますね。そう、かっこいいデザインになりましたよね。そうなんです、ここのシールとかもちょっと凹凸のあるようなシールになってまして、はい、非常にデザインこだわらせていただいてます。ここもね、かっこいいし、そう、ナットもね、一番特徴あるのはやっぱここですか。そうですね、グリップのところが今回新しいエアーセンサーシートっていうグリップを搭載させていただいてるんですけれども、非常に軽く、なおかつ長時間持っていても疲れないような形にさせていただいて、今日使ってみて驚いたのは、とにかく軽いっていうところが、ね、そうなんですよ、驚いたっすよ。大体ね 100g ぐらいになってます。一番ね、今日使ってみてね、僕個人的なんですけど、うん、まあ、今日の状況とかもあったんですけど、やっぱ 1.5 のスリルゲーム、あー、そうですよね、うん、これはちょっと浅かったですからね。やっぱぶちまけられるっていうのはすごく楽しくて、うん、タチオジギングの、まあ他のはねボケちゃうからあんま褒めちゃいけないんだけどもうとにかく、なんだろう、魚をかけて曲げれるっていうのが良かったです、うん。その他のラインナップっていうのは、はい、はい、今回今わらしなさんが紹介していただきましたこちら 1.5 番のスリルゲームっていうものの他にですね、はい、まず、2番、今日がエアーの2番、はい、こちらオールラウンドモデルで全国どこでもタチオジギングを楽しんでいただけるモデルとなっております、はい。でさらにここからフォールによく当たりが出る時なんかはこちらですね、2番のメタルトップ、はい、こちら先端金属になっておりまして非常に感度が優れております。この部分でね、はい、当たりになってて、ポールの当たりが取りやすいっていう特徴がありまして、そうです、はい。でさらにこちらが深場になってくるとですね、2番よりももう一つワンランク上のパワーの3番っていう差があるんですけど、今ちょっと手元にないんですけど、浅かったからね。そうなんですよ、3番っていうのが、まあ、比較的深いところ 100m 以上のところなんかで使っていただけるような、はい、まあ、あと超メガタチって言われる指7本8本を超えてくるような大物太陽の竿が3番になります、はい。であともう1本がですね、こちらスピニングロッドなんですけど、はい、ね、まあ、今日みたいな浅場の時や、はい、あとは、夜釣りで非常に 10m とかっていう浅いところをありますもんね、遠投して引いてくる時なんかは、うん、こちらのスピニングモデルがおすすめとなっております、はい。以上今回ですね、1本足りないんですけど5本で今日がエアー2020年5月発売でフルリニューアルさせていただきます、はい。ぜひですね、店頭で手に取って触って曲げて見てみてください。ぜひ今年の2020年は今日がエアのニューモデルでタチオジギングを楽しんでいただければと思います、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。